どうも。はい、どうもリッキーさん、ありがとうございます。私、マーカーウェアとテックストップです担当山本と申します。めちゃくちゃ慣れてますね、毎週毎週インスタライブやってますよね。そうなんですよ、結構ね、毎週インスタグラム、まあ、マーカーウェアのアカウントの方でさせていただいてて、ちょっとそこで日々鍛えられているので、ね、着替えて着替えてが、はい、毎度毎度続くんです。で、今回マーカーウェアじゃないですか、はい、そうなんですよ、今回マーカーウェアではなくて、まあ、テクストという、はいはい、ブランドの、商品になっていきますね、はい。マーカーウェアはね、とりあえず MB さんと石川さん対談してる動画あるんで、概要を見てもらって。そうですね、確かに、はいはい。で、別のラインのテクストで、今回、はい、でもニットしかないですよね。そうなんですよ、今回はね、カシミヤのニットのシリーズになりますね、はい、はい。で、まあ、ニットもいろいろあるんですけれども、はい、まあ、まずちょっと最初にご紹介したいのは、この僕が今着ているセットアップ、カシミヤのセットアップというのを、まあ、昨年ちょっと初めてご提案したところ、非常に評判が良く、はい、まあ、すぐに完売してしまってっていう商品ですね。いいですね。そうなんですよ、これがね、まあ、スウェットのセットアップも結構ここ数シーズンマーカーウェアの方ではご提案してたんですけれども、まあ、テクストの方ではもうちょっとこう上品なセットアップ、まあ、大人がこう着れるカジュアルな、まあ、日常着っていうところで、このカシミヤのセットアップを提案してます。いいですね、はあ。結構、まあ、シルエットもね、そこまでオーバーすぎないシルエットといいますか、まあ、綺麗なラインを取りながら、当然ニットなんでしっかり伸びてくれてっていうところはありますね。一応こちらの商品ですね、今回は、まあ、色展開としては黒と、ボトルグリーンって、まあ、ちょっとグリーン系と、あとはチャコールグレーの3色なんです、はいはい。とあとネイビーもすいません作るんですけれども、ちょっとネイビーは今サンプルの方が間に合わずにご用意はないんですけれども、うん。これは、はい、じゃあパンツと、はい、このパンツとクルーネックとタートルネックは、ね、ですか。あれタートルネックは単品で、これは単品じゃないですか。クルーネックと、そうなんですよ、パンツはセットアップ販売で、あ、これはこれで1商品、はい、そうなんですよ、これでもう1つの商品なんですよ攻めてる、あ、そうなんです、ね、はい。ちょっと僕だとしても昨年からの初めての試みですね、はい。基本はやっぱバラバラで販売してたんですけれども、はい、まあ、やっぱここはセットアップの、まあ、着心地というか、この見え方、スーツですね。じゃあそうなんですよ、本当にもう日常のスーツっていう感じですね。いいですね、はい、あ、緑もいい色ですね、はい、あ、そうですね。このあたりはちょっとシーズンのカラーでやらせてもらってます。去年が真っ黒とこのチャコールグレーの2色でご提案してて、まあ、今年はちょっとシーズンのカラーも入れたいなっていうところで、グリーンと濃いめのネイビーっていうのをご用意しております。気になる値段ですよね、あとね。そうですね、お値段お値段どうですか。一応今下げ札の方につけさせていただいてるんですけれども、はい、49,500円、はい、上下で、上下、そうなんですよ、上下でこのお値段にさせていただいてます。上下なら安いですね。僕の頭の中で思う、はい、マーカーウェアのプライシングだと安いなって、さらにカシミヤですよね、はい、10万ぐらいいっちゃうんじゃないかなって。そうですね、はい、単品で考えても2万5000円、税込みで2万5000円ぐらいっていうふうに考えていただけるか。じゃあタートルは、タートルはこれが2万4000円になりますね、こちらですと。で、タートルネックはね、もう単品でご提案してますので。でもこれカシミヤでこの価格はちょっと驚きですね。ちょうどいい、買えますもん、やっぱ10万円って言われると。もう正直な話、なかなかね、ちょっと。そうですね、まあまあ、即決はまずできないですよね。でも2万5000円と、まあ、そのセットアップであればね、可能性は自分の中で高まります、ね、高まりますね、確かに。カシミヤにもこだわってるんですか。そうなんですよ、これはね、カシミヤにもかなりこだわってまして、ちょっとね、これの説明をさせていただきますと、はいはい、こちらに関しては、まあ、ちょっと冬は寒さが厳しく、夏は寒暖差が激しい、この外モンゴルに生息するカシミヤヤギを読んでますね一応ここはね、間違いがないようにちょっと説明しないといけないです、はい、すみません、はい、じゃあ僕も読みます、はい。まあ、カシミヤヤギを、まあ、通常よりもこれ少しね、体も大きく、まあ、毛の繊維も長く丈夫なものを使用させていただいております。で、その特徴を生かして作ったこのセットアップっていうのは、まあ、しっかりと編んでいて丈夫なので、まあ、耐久性が特にパンツに求められるんですけれども、パンツにも非常に最適な、まあ、膝の抜けがしづらいであったりとか、まあ、当然このお尻周りっていうところの強度ですねっていうにも最適な、はい、これ価格がちょっと抑えられてるのは何か理由があるんですか、はい。
そうですね、価格を抑えられているのは、僕らあのマーカーウェアとかの方ではあの全国の卸先様ですね、あの小売店様にあの商品を卸して、発売もしてますし、まあ、あの直営店でとあの、はい、自社のオンラインサイトですね、はい、そちらで、販売しておりますので、まあ、そこでどうしてもこう価格の設定を少しこうあの利益を取るために上げなければいけないところを、このテクストに関してはあの自社のオンラインサイトストア限定で発売する。あ、それでちょっと抑えられる。そうなんですよ。それで、はい、この価格帯ができてます。あ、じゃあもう購入するのはそのオンラインサイト以外で買えない、はい、そうなんですよ。お店にも置いてないですか、基本的に。お店では一応あの皆様、まあ、とはいえ、はい、あのサイズ感とか当然、ね、気になるとは思うので、はい、あの試着できるように、はい、あのサンプルは置いてはいます。ただまあ購入はちょっとオンラインストアでっていうところでお願いしてますね。わかりました。ちなみにこれは一応大体サイズ感的には、はい、これで、サイズ3番です。3番のセットアップで今着てます。3番っていうと L ですか、イメージとして。 L サイズです。 1,2,3 の3番になるので。うーん、リッキーさんでしたら多分サイズ2番ぐらいかな。でも痩せてますよねただニットでやっぱ伸びるんで、結構皆さん体に合わせていい感じにムチムチになっちゃうので大事です。そこはね、結構こうきあの厚みもしっかりあるので、はい、確かに確かに、はい、そうなんですよ。これがね、薄いとね、どうしてもあのボディのラインすごい拾いやすいかなと思うんですけれども。確かに。僕も着ますか、じゃあ。そうですね、まあ、ここぜひ着て体感していただきたいので、どうしましょう、何色の何サイズを着られますか。じゃあ同じの着て LL 着てみて、はい、身長の差でこんな感じっていうのを見てもらってそうですね。そしたらじゃあリッキーさんにサイズ3番のチャコールグレーですね、はい、そちら。超自信ないめちゃくちゃいいですね。あ、リッキーさんめちゃくちゃ似合ってますよ。ほんと良くないですか、はい、サイズぴったりじゃないですか。サイズぴったりですね。なんかこう裾のパンツの裾のたまりとかもすごくいい感じにクッションがついて、はい、本当ですね、はあ、今日のティンバーランドともバッチし、なんかこのソックスが白なんで、はい、ちょっと見えたら嫌だなと思ったんですけど、はいはいはい、それもなんか見え方も程よいというか、うん、見え方も、はい、もう自然ですね。やらしく見せてる感じしないんで。いいですね自分スタイルが悪いと思ってるんで、いえいえ、そうなんですか。こういうちょっと体を拾うものは、はい、ちょっと着るの勇気いるなと思ったんですけど、超上品ですね。そうなんですよ。まあ、サイズ3番のちょっとこのゆとりある感じもいいのかもしれないですね、はい、パンツは特にすっごいいい。そして何より気持ちいい、はい、気持ちいいですね。てかカシミヤのパンツと俺履いたことないわかります。僕もね、この商品出るまでは、はい、あのまあ、カシミヤのニットパンツって履いたことなくて、やっぱニットはこの可動がすごく自由にと言いますか、直接やっぱ肌に触れるから、はい、気持ちよさが全身に、ね、伝わってきますよね。ちょっと隣立ってもらっていいですか。あ、そうですね。この8センチの差があるってだけでこれぐらいでも、うん、着方がちょっと違うだけ で、 そうですね、なんかそれぞれ良さありますよね、はい、ありますよね。僕結構足下半身がっちりしてるんですけど、うんうんうん、これ厚みあるんで、うん、あんまりこうそんなにこう形を拾わずゆとりがあって、うんうんうん、確かに、ね、かといってなんかだらしなくないですよね。そうですね。やっぱなんかそこは品よく。これ素材ですかね。まあやっぱ素材感がでかいと思います、これに関しては。いや、これすごいいいわ。これにもコート着たら街全然行けますね。行けます行けます。このまま帰りたい、これマジでいいかもしれない、はあ、いや今日の気温感とかね、ちょうどいいですよね。これでフラッと来ましたもんねそうです、そうですいや、いい、これはいい、はあ、あ、本当ですか。よかった、そう言っていただいて。うわ、これ本当いいわ。そうそう、お揃いで歩いててももう恥ずかしくないだって俺たちこれがいいんだもんっていう、ね、確かに顔がマジで嬉しそうで、こちらもあるんですよね、はい、このまま行っていいですか。あ、じゃあそうですね、この着た状態で、はい、映らせていただきましょうか。気持ちいい。そしたらじゃあまずこっちの鮮やかな色のシリーズから行かせていただきますね、はい、これもカシミヤなんですか。そうなんですよ、こちらもね、カシミヤで、まあ、こちらに関してはね、最高級のベビーカシミヤですね。ベビーカシミヤを使ったニットになるんですよ。まあ、内モンゴルで育てられているホワイトカシミヤの中でも、まあ、ベビーなんで生後1年以内。じゃあちょっと柔らかかったりするんですか。そうなんですよ、はい、めちゃくちゃやっぱそこは、まあ、最初に買った毛の中でも特にうちはその細いものだけを選んでる、はい、まあ、ベビーカシミヤになるので、はい、その素材そのものがこれ希少であるだけではなくて、うん、その加工ですね、ここも難しいので。繊細だから。そうなんですよ。なので、まあ本物のこうラグジュアリーな、まあ、素材と歌えるかなと思います。
あ、全然違いますね。全然違います、はい、そうですね。こっちはね、やっぱそのパンツを作るにあたってちょっとこの、はいはい、しっかりめに土木も詰めて編んでるので、はい、こっちは逆にこのふわふわっと柔らかい肌包み込むような生地感で4色こっちはありまして、いいですね。まあ、あの、はい、ベーシックなカラーリングとしてネイビーとあとはブラックですねはあるのですが、あとはちょっと今回遊び心として、まあ某メゾンブランドをこうイメージのカラーリングをテーマにしてましてまあオレンジと、はいはい、ブルーブルーというところで、まあちょっとここは遊び心はこんなボックス見たことあります、ね、でこっちはねサイズ感もちょっと緩めにしてます、はい、じゃあ着てみましょう。着てみましょうか、はい。でこれはね、タートルネックは1番、はい、2番のサイズ展開で、はい、クルーネックは1、2、3のサイズ展開にしてます、はい、じゃあちょっとこれはね、ちょっと緩めなんで、はい、まあ、2番ぐらいでも程よく緩さは、はい、じゃあこれ着てみましょうか、はい、タートルネックで。どうですか、どうですか。いやいや、めっちゃここに鏡あるんだけどさいやどうですこの感じ。いやカシミヤがいいね、やっぱこの色は結構僕らも最初サンプル上がってきた時、はい、まあ、最初やっぱり糸の状態のビーカーでしか見てなかったんで、はいはい、ちょっとあの、まあ、合わせづらいのかなとは思ったんですけれども、ただ実際製品で上がってきて着てみるとめちゃくちゃしっくりきたんですよ。いや、いいですね、はい、やっぱね、そうやな、やっぱ、はい、そのパターンというかね、はい、サイズ感もめちゃくちゃいいですね。そうですね、こっちはね、あの割とこの腕周りとか特にゆとりを出すようにしてて、はい、まあ、このそうですね、ちょっと長めですもんね。そう、長めに設定してて、そうなんですよ、ここでたまるから可愛いですよね。そうなんですよ、うん、ちょっと上半身にボリュームがあってすっきりして、はい、そうですね、なんかこういう変則のカシミヤの合わせっていうのも全然いいんじゃないのかなと思います。いいんじゃないのかなと思います。え、これはじゃあいつから発売なんですか、はい、こちらは、今期ってことですよね。そうなんですよ。てか展示会遅くないですか。はい、だいぶだいぶいろいろあって、まあ、やっぱりちょっと納期が遅れてしまってっていうところがあって、はい、このシリーズに関しては一応12月の上旬から、はいはいはい、発売開始予定になってますね。でセットアップだったものは、はい、セットアップだったものはブラックとチャコールグレーは、11月の24日発売で、はい、グリーンとネイビーがあのシーズンのカラー12月の中旬とかになりそうですね、はい、うーん、はい、まあ、でもね、先シーズンは初速が結構あったわけですもんね、はい、そうなんですよ、早かったんですよ、ですよね、動きが、はい、この日程に合わせてちょっとチェックするぐらいがいいかもしれないです。そうなんですよ、ちょっとこここまめにチェックしていただけば、はい、多分12月、まあ、11月の下旬から12月にかけては毎週何かしらかこのシリーズ発売をいろいろとちょっとこう分散して出すようにしているので。わ、はい、かりました、はい、じゃあ僕もチェックしてみたいと思います。ありがとうございました、はいはい、じゃあまた、はい、またお願いいたします、はい、ありがとうございます。